はい、こんにちは。ありがとう整体の平野です。先ほどね、お客様にですね、足の指は、蹴る動作でいいんですか、ね、かかとからついて、最後に、足の指で蹴る動作でいいですかっていうふうに聞かれたんですけども、足の指というのはですね、支えに必要であって、蹴るためにね、使う、ものじゃないんですね。今でもその足の指が皆さんこう、浮き指になってしまって、その母子球のあたりでね、この、足の付け根のあたり、足の指の付け根のあたりで、力を入れて立っていて、でもこの状態でですね、例えば、こういうふうにこう状態をこう、ずらしていくとですね、足の指が使えないと、これぐにゃってなってしまって、それをまた、防御するために腕をね、上半身に緊張を入れている、これが常にこう緊張を入れるというね、悪循環になってしまっているので、足の指をね、今、当院は本当に今重視して足の指に力が入る形にしているんですけども、でそうすると傾いた時に、足の指がピッてこう反応してくれれば、この傾き、これ以上傾かなくなるというね、前に行ってもピッてこう足の指がこう反応してくれる、だから支えるというのがね、足の指の使い方であると私は確信しました。歩くときにね、こう行って、そのバランスを最後に足の指で止めて歩いていく。もっと言うと、足で歩くのではなくてですね、骨盤、背骨がねじれて、骨盤がねじれて、足というのは勝手に出てきて、それを支えるというね、足の裏で支えるという歩き方。これは、野球のイチロー選手のね、ご師匠さんである、ワールドウィンのね、先生も、そのような本をね、書いてありましたけども、ね、足は、足をわざとこう出していくんではなくて、振られていくね、腕もそうですけども、肋骨が、背骨が動いて、肋骨が動いて、腕は振られてこういくっていう感じですね。そんな形の中で、足の指の使い方は蹴るためにあるのではなくて、支えるためにある。その支えが今皆さん、現代人になくなってしまっているのっていうのが非常にね、問題だと思っています。